パプアニューギニアに至って840以上の言語があると言われている。こんにちは。こんばんは。モナールチャンネルのマスターです。いやでーす。今日なんですけど、うん、今日僕がね、考えてこの前ふと思った企画があるんですけど、世界って広いじゃないですか。マサは海外に行ってたこともあるんですけど、そうだね、世界の言葉って何個あるのっていう。確かに。だって日本は日本語だけだけど、 その国によってはいくつも言葉持ってる国とかあるからね。で、まあ、それをね、ちょっと調べたいなっていう。まあ、多分知ってる人いないんじゃないかと思う。確かに調べられんの。だってインドとかやばいぐらいある。まあ、まず何カ国あるかだと思う。193ぐらい。なんかさ、変わるじゃん、その辺。そうだね、なんか193って国連が認めた。なんか俺が調べた時193とかあるんだよ。ああ、そのぐらいか。じゃあ、そうかもしれないね。あれだよね、なんかそれで言うと確か北朝鮮の国になってないとかあって。ちなみに、ゆうや、これまで海外はどれぐらい行ったこと？海外は、まあ、そうだね、俺結構昔から行ってたから。ああ、マジか。2カ国くらいかな。どこ？アメリカ？フィリピンとアメリカ。あ、フィリピン行ったことある？フィリピン行った。へぇ。マサは？マサはもうね、そう、大学でね、ちょっと海外系のことやってて。どこだろうね。だから近いところで言うと韓国、中国、ベトナム、インド、マレーシア、カンボジア、タイ、あとちっちゃい頃ね、アメリカ行ったね。だから結局38引くところの30カ国かな。紛らわしい言い方すんなよ。8カ国だね。8カ国ね、うん、いやすごいよ。マサでもね、喋れるのは日本語とね、英語。そうだね、日本語と英語と、たまにヒンディー語。まああとでも世界共通のボディランゲージ喋れる。いや喋れてねえけどな、それ。で、早速調べていきましょうか。いきましょう。じゃあね、実際に調べていきたいと思います。はい。じゃあまず、そもそも世界って何カ国あるのか調べるか。そこかんね。世界、国、数。おお、すごい。あ、2015年の閣議決定により、日本政府が承認した国家数は196。日本的には196カ国。でも、ね、国連加盟国数は193。ああ、まじでどっちも正解だったね。そうだね。バチカン、コソボ、共和国、クック諸島、ニューウェ。ニューウェ。日本国は国連3加盟であり、日本が国家承認していない北朝鮮が、あ、北朝鮮はじゃあ国とは日本が認めてない。認めてないんだけど、日本はあんな国は認めないと。でもじゃあ国連が認めてる。うん、そうだね。国連に抗ってんだね。で、世界、言語数。世界にいくつ言語があるのかっていうの、じゃあこれちょっと調べてみようか。うん、そうすると、これ関係のサイトだね。学者によって数え方に違いはあるが、世界言語の百科事典と呼ばれるエスノローグによると、現在世界で6900くらいの言語があると。やば。やっぱそうだね、ネパールとかも120以上の言語が存在していて、パプアニューギニアに至って840以上の言語があると言われている。840の言語ってやばくない？分かった。多分俺、これあれね、一つの言葉、わし、二つ目、あたい、三つ目、僕、四つ目。一回でも過酷語と、うん、これで稼いでるパプアニューギニア。きっと多分何かで世界一になりたいなと思ったんだ。なるほどね。そう、あるだろ、話したら。絶対分かればある。すごいな。我々日本人は1カ国語しか話せない人は世界の中でも 30% しかいない。超珍しいんだよね。すごいな。せっかくだから世界中のこんにちはもちょっと調べてみようか。そうだね。こんにちは。世界、世界の言葉でこんにちは。こんにちはワールド。こんにちワールド。あ、こんにちワールド。世界の言葉でこんにちは。まあまあまあ、最初じゃあアジア。こんにちは。アイヌ。あ、アイヌね。上の方だね。
うん、北海道のイランカラプテ、イランカラプテ、なんで喉に出してんの、イランカラプテってなってる、イランカラプテ、ハイサイ、あハイサイね、ミャンマー、え、何これもう対応してないじゃん、ベベトナムあれね、シンチャオ、あのね、さすがベトナム人、さすが、そうそうそう、あとヒンディーがナマステー、あー、インド日常生活で全く言わないっていう、言わないんだそう、あの実家に戻った時とかすごい大事な時に言う言葉らしい、普通の時はなんて言う、ハロー、中東行ってみようか、はい、出ました、グルジア語さ、このケツだけ聖人いる。はい、ということでね、本日は世界の言葉が何カ国語あるのかっていうのを調べていたんですけど、すごかったね、面白いね、発見がたくさんありましたね、うん、6900カ国、本日の動画最後までご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、ぜひチャンネル登録、高評価お願いします、また明日、ありがとうございました。エスペラント語って知ってる？知らない。なんで、なんで、なんで、なんで。エスペラント語って。